はい、こんにちは。2021年1月9日です。なんとか、今年は、予定通り土曜日に今録画してるか、週刊まとめコンピューター、私が勝手に注目する IT 関連の話題まとめの、週1でやってるやつのまとめ、これを、提供することができました。忘れずにできました。いつもと同じようにノー編集でお届けします。ダラダラとなっちゃいますけれども、まあその辺は、いちいち編集するとめんどくさいっていうのは2011年になっても変わらずです。さあ、それではですね、 CES 直前の2021年1月9日どんな話題があったか。はい、デル、レノボなど新機種が続々と発表されています。 NEC も、CES に、バーチャルで参考出品するということで、発表されています。そもそも CES とは何でしょうか。 CES、 コンシューマーエレクトロニクスショーの略だったんですけれども、世界最大のコンピューター関連の展示会。本来はラスベガスでやってるんですけど、今年は完全デジタルで開催されます。そのサイトはどうやって見るんだっけ、これを見るにはどうやったらいいんでしょうか。お、出てるね、これです。あ、ちゃんと出てるか。これこれこれ出た。これコンシューマーテクノロジーアソシエーションが、主催してやる世界最大の、コンピューター関連の展示会とかいろいろやってるやつですね。で、今年は2011年は1月11日から14日まで、つまり来週、今で言うと来週ですね、にやりますと。で、まあいろいろイベントがあるんですけれども、何がこのやつのすごい、何がすごいかと言いますとですね、大体何千社かが出展するんですよ、このイベントに。それでそれぞれが何製品か発表するから、何万種類もの新製品がこの時に発表したり、情報が出てきたりすると。もうはっきり言っても追い切れないぐらい、いろんな情報が出てきてくるんで、この、年明けの一発目にですね、皆さんこのコンピューター、IT、その他家電、あとなんだ、IoT、ロボティクス、その他もろもろ、ヘルスケア、とかなんとか全ジャンルの、あと最近だと車関連も多いですね。自動運転とか車のエレクトロニクス関連、そういうのが、いっぱいやってると。で、そういうすごい展示会がやりますということです。それに合わせていろんな会社がいろんなのを発表するんで、してすで、にもう何社かがいろいろ発表しています。さっき言った、デルとかレノボ以外にも LG だったりサムソンも出てたかな、とかもいろんな会社がいろんな、ものを発表するんでね、もう大変ですということです。ポチッ。それで、
それで、これが、こっちが。で、CS っていうのは何かっていうのを今説明したんで、その次。で、今回発表されたデルとかレノボの新製品は、基本的に従来の延長上の機種が多いみたいです。まあ、他の他社も含めてね。で、個別には、ここでは紹介しませんけれども、まあ、順当に進化しているということなんですけども、その中でも、特色がある、ちょっと変わったのを発表してたのが日本の NEC。NEC は、ラビープロモバイルっていう 889g の、13インチのパソコン、ラップトップクラムシェルのパソコンに加えて、8インチのラビーミニ、これ、この画像のやつですね。で、ここに、なんだこれ、コントローラーつけて、これは本当はノートパソコンなんですけども、2-in-1 で、こういうドッキングの、やつが用意されてて、こういう Nintendo Switch みたいに、ゲーム機みたいにしても使えるし、Nintendo Switch みたいにまた、同じなんだけど、なんだ、自宅のテレビとかに 4K とかで接続して使うみたいなこともできるという参考出品のラビーミニっていうのを発表していますと。で、これはコア、インテルコアの11世代が乗るのかな。で、今のところなんかもうとんでもなくすごい変チクリンちょっと怒られちゃうんだけど、ね、変わったのを出してるのはこれですね。 NEC のラビーミニ、他には多分なかったと思う今のところ。来週になったらまた他にいろいろ出てくるかもしれない。それはまた紹介しますけども、 NEC からこういう面白い、コンセプトの製品が出てくるということが、同じ日本の人として、誇らしい感じではありますと。この辺の、ね、詳細はまた別途、ビデオにしたいと思います。で、はい、じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。さあ、本来は、2021年になってもうちょっとこの、フォーマットをもうちょっとちゃんとしようかなと思ったんですけども、なんだあれ、なんかもうやるのがめんどくさくなっちゃって、いろいろ考えてたらできなくなっちゃうから、こんなもんでいいかっていうことで、また去年と同じ感じでやってますけれども、本来はもうちょっと、新しい感じでやりたいんですけどもね、それができなかったというところが、新年一発目の反省点ではあります。はい、というわけで今回はこれで終わります。来週はですね、 CES 関連でその度にまたなんかやろうかな。誰が見るのかわからないっていう問題があるけどね、まあいいや、やんないとどうしようもないから、やろうと思ってやんないでほったらかしにするのか、まあ中途半端な状況でもいいからやるのがどっちかを選択肢として今選ばなきゃいけない状況になってる。別にやんなくてもいいんだけどね、やらなかったらやんないで別に誰かどうにかなるんだろうけども、まあ僕はやりたいからね、こういうようなことを本当はもうちょっとちゃんとやりたいんだけどね、適当だったらやんなくていいじゃんみたいなことを言う人もいるかもしれないけど、僕はやりたいからやってますと、ということです。はい、終わります。また、多分来週。CS 関連でまた別でやるかもしれません。ということですね。終了。ポチッとな。